買ってるものなんだっけ。え、それなんか食べたいものをさやってさ、うん、合うのかっていう問題があった。じゃあ見ようかな。え、何から何でもいいよ。 ASMR で使うものね。自信があるのはこちら。いきます。これじゃがりこ。おー、あのちょっとじゃがりこは欠かせなかった。そう、言いたいことがあって、チーズ味じゃなかった。これにした。アミはこれはあります。すごい。待って、これさめっちゃ美味しそうだった。美味しそうだったよね。食べたいなって普通に思った。美味しそうだったね。絶対美味しいと思って。ね、ちょっとこれめっちゃ美味しそうだった、ね、しかもじゃがりこってね、カリカリ言うから、うん、ちょうどいい。この音も良くない。もういや嬉しいね。はい、次。なんかもうフラビューがただ好きな音、それです。サイダ ー、炭酸とシュワーっていう音が好きだから、そういうことか。やりたかった。同じものはありまーせー。ないですね。じゃあ次アミ。はい、アミはやっぱり ASMR と言ったらこちら、じゃーん、アメリカンドッグ。そう、確かにチーズハットクみたいな感じよくやってるじゃん。それと似てる感じで、そしたらアメリカンドッグかなと思って。あるかな、合ってるかな。そうですね、今そう、ミエはアメリカンドッグあります。はい、でしょうね。ないですね。次 ASMR 最後の品ですね。ちょっと分かんなくなっちゃって、でもみゆが好きだから買ったものです。はい、キムチです。はい、はい、アミはキムチはあります。せーなんせんもうない。そんな頭アミにはキムチか。そう、シャキシャキ言いそうじゃない。ミー的にはね、カラッキュウリみたいな、いや、セブンのカラッキュウリみたいなやつ好きなんだけど、カラッキュウリみたいなやつ好きなんだけど、ミーが先に入って1個しかなかったの。これ絶対揃わないじゃんって思って、揃う気ないのかってところでこっちにしました。はい、じゃあ次アミ、最後の ASMR 最後の品、こちらです。じゃーん、チキン鍋。あー、このままいくアミ。確かに、かぶりつく。え、絶対いい感じ、うん、いい音すると思わない。え、でも結構さ、それぞれ違う音じゃない。じゃがりこ以外。確かに、じゃがりこ揃ったね。でもいいんだよ、これ喜んでいいんだよ。そうだよ、揃わなきゃいけないじゃん。全然揃わないじゃんっていう、はい、ね。で、次好きなもの3個も絶対合ってる気しないんだけど。え、でもミユは多分なんか出して、え、それっていうものは買ってない。本当にあーって思うものしか買ってないから、アミがいけない。あー、アミがいけないんだ。じゃあミユから出します、はい、まず一品目、じゃん、え、モコタンメン。あー、ありまーせん。雑なの。だってないんだもん。ないもん。確かにモコタンメンも食べたい。でしょ、うん、コンビニでしょ、モコタンメンって、うん、そうでしょ、うん、あーって思うでしょ、うん、はい、私の意味はこれです。アミは、え、これただアミが食べたいもん買っちゃった。でもワンチャン、これ美味しいって有名だからさ、いくよ。こちら、じゃーん、バスクチーズケーキ。こちらありまーせん。あー、ですよね。そうです、私チーズケーキ食べないです。え、でもチーズケーキ食べるじゃん。美味しいじゃん。食べるけど、でも美味しいじゃん。ね、そこは自分が食べたいものを買いました。食べたかった。美味しいの、これ食べてみたかった。美味しいんだよ。食べたことないから味わかんないから、挑戦はできなかった。はい、はい、次みゆが買ったものはこちら。はい、ミンティアです。私はミンティアありま
ハッピーターンあります。え、なんで嘘絶対買ってると思ったのに。これめっちゃ好きなんだよね。めっちゃ買ってるよね。大好き。確かに迷うべきとこではあったかもしれない、うん、これもミュータンといえばっていう感じではあると思う。最後こちらリベラです。はい、アミはリベラあります。せーもう本当になんでこんな合わないの。確かにリベラ好きだわ。コンビニで何買うって言われたらリベラって言いそうでしょ、うん、じゃあアミ最後ね、うん、アミの最後はこちらです。はい、おにぎりまあ美味しいのね。ミュー好きじゃん。これ美味しい。これミュー好きじゃん。大好きでしょ。ミューは絶対おにぎり買うと思った。ミューおにぎり好きだから。なんかおにぎりよりもこっちが勝っちゃったミュー的な。この3個が負けたそうですね。最初だけじゃん。よかったよ。最初にさ一番いいの出ちゃったからなんか、はい、じゃこんな感じで